中国茶紅茶生産省主生産古種、ラプサンスーチョン、ケムリ茶。ケムリ茶は紅茶の一種である。紅茶の茶葉を松葉でいぶして着工したフレーバーティーの一種で、癖のある非常に強いいぶし香が特徴である。産地は中国福建省ブイアマ市周辺の一部で、生産あるいは立山はブイさの俗称である。現地では半発紅茶の岩茶類と区別し、 単に紅茶とも称する。古酒は岩茶の原料ともなる茶樹の一種だが、紅茶の等級を表す数兆の語源でもある。同じ製法で生産地が異なると山小種なども存在する。生産茶のほとんどはイギリスへ輸出され、日本もイギリスから輸入しており、中国茶と扱われない場合もある。日本にウィスキー存在や桜材を燃料に使用したイブシぶは紅茶である。 静岡産の富士山古酒が存在する。生産古酒の発祥は、紅茶の成り立ちとも関連する伝承がある。V 産のキリキ村では、古くから岩茶が作られていたが、秋代から新代へ移行する17世紀の混乱期に、軍隊がこの村へ進行して中屯中和茶を製造できなかった。軍隊の退去後、茶葉乾燥の効率工場を目して、松を燃焼させたところ茶葉に、 香りが定着し、生産古臭が生まれた。軍隊の駐屯で作業が停止して、茶葉の発酵が進み、最初の紅茶となったとも言われるが、紅茶の成立は未だ諸説が存在して、明確な結論にはない。入れたらプサンスーチョン日本でしばしばその香りが、セイロガンに例えられるが、松葉のイブシコウとセイロガンの主成分である、クレオソートの香りが告示しているためである。香水で入れると、 風味や香りが軽くなる。香りに強い特徴があり、思考が分かれるが、見せられる、紅茶アインカも多い。欧米へ輸出する商品は、イブシ香が強く、中国国内向け商品は、イブシ香が淡くイブシコを含まないものもある。ありがとうございます。